スポーツで社会価値を創造するいわきスポーツクラブ代表大倉さとし、さとしの部屋へ、ようこそ。第4回目になります。さとしの部屋、後ほど選手は、リモートで、出演しますが、会場には田村監督に1回目、はい、に続き、はい、準レギュラーということで、準レギュラーでありがとうございます、はい、どうですかチームは。まあ開幕がここに伸びてる、7月18ね、はい、始まるかね、どうですかね、わかんないけどね、今それにめがけてやれることをやってるだけですけど、ね、なんかさ、最近いろいろこうテレビでさ、まあ、新型コロナの件で、まあ、安倍首相を筆頭にいろんなさ、なんか自治体長が出てくるじゃん、はい、出てきて喋る人のリーダー論みたいのをすごくなんか見てて面白いなと思うんだけど、ゆうぞーくん、どうも、お前さ、世論ですか、世論じゃなくて、世論じゃなくて、こう人としてのこのリーダー論みたいのって、まあ、お前も監督やってるじゃない、持論みたいのあるの、なんか。いや、今の状況で、リーダー、今のこのいわきスポーツクラブのリーダーでって言ったら、社長で、で、多分僕、監督って、リーダーよりどっちかというとマネージメントっていうか、うんうん、その試合に向かせるとか、うんうんうん、そのモチベーションを上げるとか、まあ、やるのは選手だしね、はい、でそういうなんかこの選手のちょっとしたところをここに気づくように常に選手見とくとか、うん、マネージメントのことの方がちょっと多いなっていうふうに思ってますけど、でもさ、ゆうぞーすごいさ観察力あるじゃん、お前すっごい人見てない。ああ、そうですね、趣味っすか。こいつとこいつがどういう関係とかさ、はい、この人どうなんだろうかっていうところでどういうところ見てるの、こいつどんな性格なのかなとか、こいつとこいつ誰と仲いいのかなとか。あ、そういうのはまあ一通りも見ましたし、うん、ただここに話した時に、うん、あ、こういった分全然聞いてないなとか、うん、理解してないなとか、はい、うんうん、ちょっとごまかしてるなこいつとかは、うんうん、やっぱ分かりますよね、うん、自分がこうしろあしろっていうリーダーっていうよりは、うん、後ろから選手を支えて、うん、行ってあげる、やってあげたいという、やっぱそこの意識が強い。じゃ逆に監督やっててさ、よっしゃ、俺のおかげだみたいな思う瞬間ってあるの？そんなないっす。あ、ないんだ。今までそんなにガッツポーズとかしたことないっすね。マジで。そこすごいよね。多分、だからそこがすごいんだと思う、お前の特徴。でもそれはですね、朝走ったりとかするじゃないですか。で、いろいろこれ振り返るんですけど、うん、なんでそうなってるかなって、やっぱり、うんうん、その本社の安田さんはじめ、まあ、大倉さんも含めて負け方が大事だとか、やっぱその安田さん、大倉さんがやっぱそのスポーツを分かってくれてるっていうか、そのチームってあんまりないと思うんですよね、そういうクラブって。ちゃんと上に立つリーダーの人がそれを分かってくれてる、だから堂々とできる。で、僕それだあると思うんですよ。逆に社長はリーダー、はい、難しいね。ただこう、なんとかな、組織って物を売るとか、勝つとか、なんかあるじゃない、うん、そのためには誰かがアクションを起こすわけじゃない。でもアクションを起こすにはすごく考え方が大事じゃない、うん、でももう一個言うと、その考え方を作るには関係性っていうのをよく言うわけよ。だから俺、うん、一番大事なのは関係性、もっと具体的に言うと人間関係とか、うん、この人のためにやろうとか、そういうのが組織の中にないと思考も生まれないし、アクションも生まれないし、強いては結果も出ないっていう、ここ結構大事にずっとしてるのよ、うん。で、そうするとこの関係性を作るにはどうしたらいいの、どうあるべきなの、リーダーはと思った時には公平であったりとか、時には怖くなきゃいけないし、うん、ちゃんと引っ張る理屈もなきゃいけないし、情にも熱くない、いろんなことあるけど、ここの関係性をどう作るかっていうのはめちゃくちゃやっぱ思ってるよね、うん、だからいろんなことがあるけど、そこをすごく大事にずっと思ってやってるので、で今回思うのは本当にね、ピンチにほど本性出るなってなくない？だって今の日本の法律も不備なわけじゃない、ね、うん、よく言われているように保証、要請しかできませんって。 でも政治家の人がさ、いやこれ不備なんだよねって一言も言わないでしょ、だから改めなきゃいけないけど、できることはこれなんですって普通になんか言えばいいのに、なんかそこのなんか日本人が、まあ俺も日本人だけど、なんかこう自分を否定できないっていうか、だからドイツなんかは、まあ、過去の歴史でやっぱり自分たちの歴史を否定してゼロからいく、ブンデスリーガもそうでしょ、うん、全部ダメだっつって今のブンデスリーガがあるわけじゃない、そう言うじゃない。やっぱり今回の件とかも早いし、だからなんか本当そういうのがさ、まあ、ごめん、なんか
リーダーシップっていうのは今回本当今回のコロナの件で垣間見えたなって思うんだよね。だから選手についても今こういう状況で自分が何ができるのかと思ってること、いやいやいやってそう思ってないこと、そうですね、ここからだいぶ差が出てくるなって思うんだよね。まあまあちょっと熱くなってしまいましたけど。熱いっすね。もうこれで終わる。もうちょっと広がりそうですけど。でも2人がなんか若干あの待ち構えてるから、今日のリモートで入ってくるゲスト、はい、選手、あの前回ご指名ありましたように、片山選手と鈴木選手。はい、ありがとうございます。じゃあ声聞こえる？大丈夫？あのね、今声聞こえます。今出だしからかぶってるから仲が悪いなっていうよく分かってる、同級生やけど出だしが悪くないですよ。あれ、翔太新加入で入ってきて、新は長くいて、で、お前同級生だよねとかって会話したのっていつも、はい、一番最初にこう、あ、そう、同級じゃんとかって言ったのいつなの？いつだ、いや、今日まだしてないじゃないですか。昔から知ってんの？神奈川大学の翔太と国士舘大学の新は。いや、学生時代知ってる？俺、知らなかったです。いや、僕も知らなかったですね。おい、どう、試合とかしてんじゃないの？振り返ると。いや、俺あんま出てなかったんで。でも、一部にいたの？2人とも4年の時。はい、はい、僕の代は降格させました、僕が。お前が湘南ベルマーレに練習参加来た時ね。懐かしいですね。田村雄三にアテンドされた時。運転手してましたよ。田村雄三が運転手でお前を送り迎えした時ね。あ、そうです。でもベルマーレ入れなかった時ね。そんなないやろ、今一緒に仕事してんだろうな。不思議なやつだよね。翔太、どうなの今の状況は。ストレス溜まってる？いや、結構なんかみんなにはストレス溜まってるってスタッフの方々には気にかけていただいてるんですけど、ストレス溜まってる、なんか思った以上に自分ではストレス溜まってないですね。翔太ってどんなやつなの？翔太は、多分絡まれるキャラじゃないらしいですけど、本来はね、はい、で、いわきに来て絡まれるようになって、あ、もともとはそんないじられないでちょっとシュッとしててあんま喋りませんみたいな、はい、そういうキャラだったの？いや、なんか周りから見たら初対面そういう風に見えるらしいんですけど、ああ、結構あの、ああ、慣れてくるとめちゃくちゃおしゃべりだよねって言われます。それはあの別にここに限らず今までもそうだっけ？大学時代。あ、もう ずっとそうですね、ちっちゃい頃から。しょっぱなほっつきづらいって言われます。あ、そう。でもさ、大学出てさ、ソニー戦で入ってさ、ある意味初めての移籍じゃない？はい。ちょっと緊張はしたの？いや、まあ緊張はしたんですけど、うん、でも、なんか環境を変えてまた新しくやっていきたいって自分の中ですごい思ってたんで、うん、あのいい機会を与えてもらって、うん、で正直今やってて手応えとかも全然ありますし、うんうん、楽しみです、開幕するのが。あ、そう。どう？チームの雰囲気は？あまり嫌なやついない？雰囲気とかすごいいいですね。あのみんな、うん、あの自分がよりみんな年齢が若いんで、うん、なんか自分上の方のがやりやすいです、正直。上がいっぱいいるよりは、うん、なるほど、うん、そうなんだ。シーンはどうなの？新しい選手が毎年のように入ってきて、もうかれこれ5年ぐらい経つけど、はい、そうですね、毎年新しい選手と、うん、自分一人死なんで、なんで、あの、初めのファーストコンタクトは結構大変なんですけど、うん、毎年いい選手入ってくるんで、うん、あの人としても、うん、だから楽しくできてます。ファーストコンタクト苦手なんだ。そうですね、自分から行かないですね。しんくん、しんくん、もうちょっとこれ右か左に寄らないと背番号7番の色見えないから、はい、せっかく変わったそう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 、そのアングルの方がもうちょっと行った方がいいかもしれない。リモートってさ、やっぱさ、場所選ぶ。あ、いいアングル、うん。どこに住んでるの？あ、自分、妹です。妹か。翔太は？俺、泉です。でも泉多いんだよね、新加入ね。なんで笑われたの？俺、泉ですって言われても。泉はどうなの？泉
散歩してんのか。あ、泉ですか。うん、泉で何してんの。あれ、なんて、はい、泉で何してんの。いや、もうクラブハウスと自宅とヨークベニマルの3つだけで生きてますけど。翔太どう、いわきは。あ、すごい住みやすいですね。あの、生まれが海沿いの町だったんで。生まれどこ、翔太。出身千葉県の銚子です。銚子か。シーンはどう、いわきは住んで、お前もう長いけど。いや、いわき住みやすいですね。住みやすいよね。天候、はい、天候も安定してますし、シーンは静岡だもんね。はい、なんか静岡と似てます。シーンもあれだな、じゃあなんかいわきで嫁さん探さないとな。そうっすね、もう年も年だからな。そうなんですよ。出会いはあんの。出会いは、出会いはないです。翔太どう、田村監督は。はい、さっきリーダーシップ論から語ってたけど。ああ、はい、あの、さっき聞いてたんですけど、うん、なんか大事なの、頑張ろうと思います。もっともっと自分も頑張ろうと思いました。いやいや、お前のことじゃないか、今。俺のこと。そう、お前のこと。何、お前。自分じゃないから。どう思ったの、田村さん。でも、田村さん、なんか新しいタイプの監督ですね、あの、自分が今までサッカー人生やってきた中では。あ、そう。何、簡単に言うと、はい、友達感覚みたいな。あの、よく言ったらそうです。よく言ったら友達関係だから。悪く言ったらなんだよ。なんだよって話だけど。いや、悪く言ったら、結構あの好きなタイプの監督です。好きなタイプで急に言ってない。急に言ってない。面白いわ。いるじゃないですか、なんかあの喋らない監督とかもいるじゃないですか、中にはやっぱり。そうですね。寡黙な。そっちのタイプの監督がちょっと、よりはなんかコミュニケーション取りやすくて、結構。自分の好きなタイプの感じです。上からですいません。お前選ばれたよ。選ばれた。翔太に好きなタイプですか。喜んでいいですね、じゃあ。ありがとうございます。シーンはどうなの、雄三とは付き合い長いけど。あ、そうですね。あの、まあ、自分が言うのもあれなんですけど、なんか、人を見る目が、なんていうかな、あるなって思います。なんか観察する目が、さっき言ったんですけど。この二人、完全上からだよ。完全上から来てますけど、まあ、大丈夫です。観察する、結構自分、すいません、言い方が。図星で当てられちゃったな、みたいなことも含めて、観察してるなっていう感覚。はい、あの、いいとこと悪いとことは、うん、あと、こうすればもっと良くなるなとか、分析力っていうか、うん、観察力はすごいあるんで。うん、お前も大概変わってっから。お前は大概ワールド持ってっから。昔さ、こいつさ、あの、ハーフタイムにさ、なんか一人だけさ、止まらずにずっと。ずっとさ、足がついたくてんのか分かんないけど、こっちでミーティングやってるのに、なんかずっと走ってて、あいつ何やってんだろうなとかってなったよ、ね、はい、ワールド感で。翔太、結構やばいよ、片山君は。はい。結構やばめの子だよ。そういう意味でワールド。ワールド持ってるっていうのはもう入ってすぐに感じてます。ね、早いね、お前の観察力な。早いな。どうだ、雄三から見たらこの2人はどんな感じ。シーンはもうワールドがあるっていう。いや、素直なんだと思うんだけど。いや、素直ですし、負けず嫌いだし、努力家なんですけど。逆にもっとここに肩の力抜いたら方がいいんじゃないかなっていう。そうすると彼女もできてくる。そうそういう世界。はい。で、シン君がなんか、なんすかね、ここに試合とか終わってじゃあみんな飲み行こうぜとか言ってくれたら、そういうことチームがワンランク見ながらます、はい、そういう話。はい。逆になんか、おシン君どうしたんだみたいな。それぐらいの余裕が。シンがお前ら分かってねえんだよ。そう。ね、抜くときは抜くんだよみたいな。そういう感じ。そう。そうなったら成長したなと思います。そういうことね。はい、どっちかというと、いや、ちょっと今日運動量少ないから明日もクラブハウスに来て走ろう。そうだね。はい、まあ、それも大事だけどね。大事です。大事なんですけど。使い分けをね、はい、できるよ。そうですね。まあでも、真の後ろ姿を見て、若手が成長するよねっていうのはね、うん、常に僕らの中で出る議論だから、ね、まあ、そこは持ちつつね。はい。翔太はどんな感じ。頑張ります。
翔太は、でも翔太欲しいって、翔太はずっと言ってたじゃん、お前。いや、欲しかったですね。こいつ、怪我したじゃん。前十字切って。だから1年前、あれ、匠が見に行って、そうです。切ったから、匠のせい。あれ、匠さんのせいだよ。匠さんに謝られました。意味が分かんないけど、だ本当は1年もっと前倒しに声かけた。そうなんですね。でもストライカーをどうしてもね、うん、1人欲しくて、もう1本でね、翔太に行ったんだよ、翔太。はい、ありがとうございます。翔太みたい、あの、こういうふうにいろいろこうに、うん、多分シーンにとってもすごく刺激的だと思いますし、そうだね、本当に翔太自身にこうに期待するところもすごくあるんですけど、うん、逆にその翔太が入ることによって、うん、周りがすごくここにいい影響というか、うんうんうん、が生まれるかなというふうには思ってますけど、うん、どうなりたいの目標、あの、早く、早くに、うん、入る前にあのやばい同い年とか全然いなくて一番上の方だなって思ったんですよ、あの1月ぐらいに、うん、ホームページを見てて、うん、でどういうふうに引っ張っていけばいいかなっていうふうに思ったんですけど、うん、なんか慣れてないことしてもダメだなと思ったんで、なるほど、自分あのあんまりその上に立ってあれあれこれあれってあのキャプテンシー発揮するタイプでもなかったんで、うん、練習一生懸命やることでもう引っ張っていければいいかなっていうような風に、うん、なんか肩肘張らずに今はやってますかね、うんうん、大事大事、うん、自然体でね、そういう個性というかそういう選手が集まってね、そうですね、あの一つの集団ができる組織だからいいと思うよ、それをみんなで補完 しながらやればいいし、じゃあ最後あの2人からファンの皆様にちょっと一言もらっちゃおうかな。翔太から皆さんにメッセージを。はい、はい、まあコロナウイルスで今は我慢の時期が続いてるんですけど、7月から開幕するリーグに向けて、自分たちは今やれるべきことをしっかりやって準備して、皆さんに、より良いものを見せられるようにやっていますので、15試合必ずいい結果が出るように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、シン。はい、コロナウイルスで、まあ、少なからずみんな影響を受けてて、そのお店の方とかも、まあ、被害を受けてるんで、まあ、こういう中でも、まあ、少しでも野球 FC を通して皆さんに元気を届けられるように、でそして、まあ、開幕したら、まあ、皆さんにその試合会場来てもらって、でより元気を届けられるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、今2人が言ったように、はい、あの7月18日日は予定されてるけど、いずれにせよこのコロナは必ず収束するだろうし、その時によく言われるその文化とスポーツがおそらく人の心に火をつけるだろうと言われるので、その一端を担うスポーツというものを担う僕らとしては、しっかりね、あのさっき雄三の監督のリーダーじゃないけど、選手たちがね、自分たちからそういうパッションを出せるようなマネージメントで、はい、頑張ってください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。ゆっくり休んで。はい。翔太、次の締めは大丈夫ですか？次の締めは大丈夫ですか？あ、そう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 。次の締め忘れてた。じゃあ翔太から。はい、最年、日本人最年長で来たんで、次ちょっと最年少で行こうかなと思ってるんで、第5でお願いします。なるほど、なるほど。喋れるかな第5。じゃあ第5と、第5と寺村光平で。うわー、マジかよお前、そこ合わせんなよ、組み合わせで。よろしくお願いします。わかりました。お願いします。じゃあ次回は第5と寺村ということで、それどう、出たくない。そのゲストは中島俊一ですね。俊一くん中島俊一盛り上がるから、ね、大丈夫。いやどうすかね、俊ちゃんも暗いっすかね。ちょっとそこは人生考える、スパイスが必要だと思います、はい、あの大吾と、寺村が次回ということで、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。